いらっしゃいませー、いらっしゃいましたまたまた一週間だ、はい、あっという間だけど、あっという間ですよね、待ち遠しい、待ち遠しい一週間でしたね、ちょっと終わって ね、 終わってね、そろそろ落ち着いてきた感じで、ちょうどエベスさんもうね、そうやね、そう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 やね、花吉のゆきちくんなんかやったらやっぱり行くの、うん、エベスさんに誰か行ってるスタッフが あんまり自分は行かない、僕はちょっと人混みでこだわりしたのがあんまり、あ、そうなんですか、でもそのお腹やったらボヨン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 、間違えられるかもしれないしね、なんかね、ご利益のところで、何やった、あ、そうそう似てる、それ大国さんっていう風に、私ね、昔今宮です、うん、で、あそこに行って、うん、はいはい、おみくじってお正月だけ引いたりするでしょ、うん、でもなんか引けるやん、引ける引いたのよ、うん、今日それは今日、違う、まあ、だいぶ前やねんけど、今日引いて、もうちょっとそこ、もうちょっとそれがもうゆきりんのペースがあるからじゃあ、ほんでね、うん、もう一回引き直してやっぱり、うん、これは、こう上乗りしたらいいからね、うんうん、で、今日お、まだ今日、まだ今日、昨日じゃ、昨日じゃなくてで、もう一回引き直して、うん、3回、うん、今日あ、そうじゃなくてもうええってもうね、すごくない、それめちゃくちゃ産業じゃん、産業はなかなかない、やっぱ一番最初引いた時はやっぱショックなもんでしょ、はい、まあ、ショックやな、これやり直しの人生っていう感じで引いたら、うんうん、1回あるからなんなんよと思いながらちょっと心つながってんのよね、うん、3回目引いた時には笑いだね、そろそろ強い笑い、そうやと思うよ、いいわ、ほんまに今日ちゃうで、今日ちゃう、今日ちゃう、昨日でも明日でもなくてね、いやでももうあれよ、ね、毎回2人しかお客さん来へんけど、ほんまに見てどうなった、あ、なんか予約席、なんかちょっとね、私横にこうのけられてんのよ、なんか乗ってんのよ、予約席やってなんかね、どんな人が来たの、3人目今言ったよ、なんかね、強い強い笑い笑い両方合わせ持った、おお、僕の友達がイエーイ、今日は3人来るからちょっと今日は儲かるかもしれない、3人来るの、いや3人、僕らも入れてね、いつも2人、私らちゃんとお客さんお持ちで、お金いつもまた1回ももらって俺ハロタブコの後ほど言いすぎて、ほんまや、お題は後ほどなんでね、だからまたあの CM 後に、はいはい、ゲストもそろそろもう到着するぐらいと思いますので、じゃあゲストも後ほど、楽しみで、はい、CM です、はい、キッズのためのタレント養成所シャナラキッズアカデミー、シャナラ TV でのレギュラー番組出演プラスボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンでキッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン、オーディションへの応募方法はシャナラキッズで検索、フォーム、メール、郵送にて応募できます、できるキッズはここから、シャナラキッズアカデミー、いらっしゃい、ビシビシですよ、ビシビシです、すごい、はい、強いと笑いと、はい、あと美しいね、はい、この肉体美、肉体美兼ね備えた、はいはい、今日はどちら様で、はいはいはい、どこやったっけ、灘、神戸は灘で、はい、柔道の、はい、道場、武徳学童会、はいはい、館長をやってます、はい、僕の昔からの友達、はい、池田敦先生、池田敦先生、よろしくお願いします、来ていただきました、もちろん初めて、マステランの方ありまして、絵を描いてもらったとかありましたね、そうなんです、この この肉体に、まあ似つかわしくないって言ったらあれなんですけど、昔からこんな人が描いておられたの、まさかのまさか、可愛らしいね、なんていうかな、あれなんていうオリジナルですよね、そうですね、はい、オリジナルで、絵というか字というか、そうですね、なんていうんですか、もうお好きに言っていただいて、まあ、僕ら名付けて池田アートっていう、池田アートね、勝手に名付けられてるという、はいはい、すごいポップな色彩のね、はい、色もね、色も本当に、うん、引き付けられるような、そうそうそう、だから、ね、2人今日ここに来る前にも以前ちょっとプレゼントね、池田さんに書いてもらった作品のプレゼント、まさかね、そのこんな形でお会いするとはね、本当やね、思ってもなかったんですけど、はい、名前をね、書いていただいて、うん、ここになんかメッセージ、メッセージをね、たまたまね、この番組、一応ね、なんかお笑い雑談番組みたいになってますけど、はい、まあ思い込みを外して子供たちに夢を与える番組っていうことで、一応そのコンセプトに照らし合わせて、
子供にね、はい、柔道を教えたりとかね、はい、まあ、そういうちょっとしたあの教育的なこととか、はい、うん、あの地域の活性とか、はい、いろいろやってるし、自分自身もあの夢を追っかけてね、はい、あのいろんなことにチャレンジ今でもしてるし、昔もずっとしてるんで、はいはい、ちょうどいい。だからこのお客様3人のトークがドンドンドン、あのね、去年ね、はい、あの乗り口君とご飯食べに行った時に、はい、その絵を池田さんが描かれた絵を僕らプレゼントいただいて、はい、でその日からフェイスブックで友達つながって、はい、で、はい、約1年ですよね、そうですね、でずっとなんか1年なの、もう、はい、丸1年、ちょうど1年ですよ ね、であのフェイスブックでいろいろあれしてるんですけど、うん、あの何をされてる方なのかをちょっとこう自己紹介を変えながら、いいですね、ね、いいですね、絵は描くし、描く闘技もまだ喋ってはへん、そう、いつ喋れるんかなと思ってね、でももう喋り出したら止まらへんと分かったとか最初に言うとかない、あ、そうやね、そうそうそう、もうこれね、喋り出したら私静かやろ、今ずっと、どうした、どうした、控えてんねん、ゲストやから、あ、控えてんねん、僕の一番楽しみなのは、まあまあ、あの、ゆきゆき早振ってよ、ね、今、早振ってよ、今ちょっと暴力的に、あ、すいません、あかんで、ね、あ、描く闘技やから、ほんまにそう、ほんまに入れへんかったら、これで終わるよな、ですよね、そうなんです、そうなんです、じゃあまずはやっぱり、はい、そうそう、自己紹介、はい、自己紹介、池田敦さん、武徳学童館の館長、はい、はい、じゃあよろしくお願いします、よろしくお願いします、そんな、そんな改めた雑な振りやな、あの、そこ僕自分で言いたい言ってこうリズムで言うんですよ、ですよね、はい、ですよね、彼の名前何やったっけ、何やったっけ、そうです、私が池田敦です、いや、ちょっと入りにくいかね、ご紹介いただきました、池田敦と申します、武徳学童館という道場を、武徳っていう、武徳です、私は武徳とかなんか言われた、大阪の関西です、武徳、武徳、すみません、ちょっと黙ってください、今やっと喋れた、やっとスタートに行ったんですか、はい、スタートしていきなり給水場で水飲め言われてるのね、まだ始まったとこやみたいな、そうなんです、はい、何の話でした？自己紹介、武徳、武徳の、武徳が、武徳言うからね、そう、武士の方に、徳島の、徳島の、徳島の、ちょっと黙ってもらえません？はい、そこどうでもいい、どうでもいい、後で漢字で取ってもらうから、お前、乗ってるから、そう、ここ、あとあの上がる下がるもちゃんとね、入れとって、なので A も関係あるから、すいません、もういいですか？画家としてもいい、もういいですか？武徳でも武徳でもいいんですけど、ね、はい、そういう道場をやってまして、はい、まあ、2歳半から、ちっちゃい子で、まあ、上はですね、まあ、あの柔道と運動教室とか、あと、まあ、あの老人ホームに行って健康体操とかやってるんで、携わらさせてもらってる、方はもう2歳半からもう80歳ぐらいまで、はい、方と、まあ、あのやらさせてもらってるんで、もういろんなことを、はい、その中から与えられる、っていうキャッチボール、はい、してます。2歳半からって言われたから2歳半からやってるのか、はい、2歳半から僕はやってませんけども、柔道はいつから やってる、はい、中学校1年生で、もともとね、まあ、6年間はあの剣道もやっとったんですよ、はい、剣の道で、まあ、少年野球であったり、その神戸市なんで、その神戸出身なんで、うん、小体連っていうのがあって、はい、でバレーボールやサッカーやなりながら、でやっぱり柔道よりもまずは野球が好きだったんですね、はいはいはい、監督監督のね、はい、そうそうそう、ね、そうそう、野球の話を置いといて、ですね、今突っ込みくださいね、なんで置いとくの、持ってこい、そうそう、めっちゃ降ったんだ、でもあの少年野球でね、実はこの初対面なんですけど、はい、意外なね、監督はもうちょっとね、あの甲子園まで出た、甲子園でヒットも打ってある高校球児ですけど、はい、不思議な縁が、智弁学園、智弁学園ですね、素晴らしいですね、はい、不思議な縁があった話を、はい、はい、僕違うでしょ、はい、どうぞ、僕違うでしょ、気使うわ、言うわ言うわ言うわ、僕智弁学園ちゃうしね、いや、さっきね、ちょっとここの前に、収録前ね、収録前にお食事でちょっとお話しさせてもらってたんですけどね、はい、僕 の春日の道という、はい、三宮の春日の道商店街というところの、はい、近所でお育ちになられたと、はい、違うかったっけ、そうですね、そうですね、はい、で、いや、春日の道といえば僕 その大学時代の、はい、野球部の監督が、怖い怖い監督が、うん、春日の道での商店街の、ところでちょうどブティックをやってる、ほんならシャニーっていうブティックやってました、はい、あ、中川さんですかって、あ、知ってるんですか、アホの息子さんと僕と同級生ですと、ちょっとこれ聞いていい、うん、その怖い感じブティックやってる、そ
そうなの、奥さんじゃなくて、奥さんと一緒に2人でやってはる。僕何回も行ったことあるんですよ、うん、でそこ行ってお客様ほら、あ、いらっしゃいませと、こんなおっさんがですよ、いらっしゃいませって言うんですよ、うん、ほんであのお客さんがこうカバンとかね、いろんなもん置いてて、であのお客さんのとこにこう寄っていくんですよ、こんなおっさんがですよ。ほんならあの説明するじゃない、商品のごめん、ね、これね、ごっつい、ね、いやこれはね、奥さんごっつい、ごっついしか言ってないのに買っていけない、そんなブティックあり、みたいな、今あるの、あーちょっとわかんないね、名前変わってブティックごっついになってます。ほんまに、ほんまに、そう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 、いやそれはどうでもいいねんか、なんかその大学時代の監督さんは、まあ、あの春日の道の商店街でって言うたら、はい、いやそこの息子と僕同級生ですって言ってピーンつながったんですね。まあ同級生って言ってもね、僕は隣の小学校だったんです。ああそうね、新幹線で新神戸駅の近くの小学校なんですけども、ああの隣、野球弱かったんでね、隣のその春日のチームが強かったんで、あの入れてほしいっていうこと で、はい、で入れてもらった、異例で入れてもらって、でそこで一緒にやってたのが中川くんが監督の息子さん。中川くん、はい、このゲスト中川くんって、それでも中川くんじゃなくて中川監督呼んだね、なんだね、もう容赦ない、絶対容赦ない、両方いらないと思うんですよ。そうそうそう、でもだからご縁がね、ご縁だけれども、そうね、もともとのりさんと付き合いやったのが、ほんでね、野球上めっちゃもうスター選手やって、スター選手やってたって言い張るんですよ。え、スター選手やったって言うのもね、ホームランは誰が、あの池田先生が、はい、自称、自分で言うてはった、自分で言うとあかんことを自分で言うてたんですけどね。じゃあ、なんで中学から柔道に変わったんや、で、プロ野球選手目指してた、目指してた、目指してたのに途中で変わることが嫌やねん。そうそう、俺はずっと目指しとったのに、なんで嫌だって、いや、嫌じゃなくて、なんでそんな大学、あ、中学から柔道に変われるのかっていう話を野球を伺いしたいなと思う。いや、未だにドラフトの時期来たら8位ぐらいで選ばれん違うかなと思ってる。僕とうちの兄もおるんですかね、バカ兄弟なんですか、ね、そのお兄ちゃんの影響 で、 なんか柔道にね変わったって話聞いたけど、まあ、細かく話せば、僕は中学小学校6年生、うん、兄が中学校3年生、うん、野球部です、うん、で、ちょっと違うところから監督が変わってきました、はい、でその監督とはあんまり良くない監督っていうのはいないんですけども、うん、まあ波長が合わないから、うん、俺が会えへんねんからお前も会えへんやろと、うん、まあ、その時点でおかしいんですけども、うんうん、入っても多分あの辞めるだろうと、辞めたらね、中学やからいろんなことしませんか、あのね、オートバイ乗ったりとかね、はい、しませんよ、そんなのね、はい、大人の真似してタバコなんかね、はい、今時代があれですけど、あの時代はね、うん、するんじゃないかと言われてたんで、お前太っとうから柔道せよ、はい、で言われて、あ、俺太っとうから柔道しようかなとは思いませんよね、普通ね、普通は思わないんですよね、はい、でも内心その団体競技よりも個人競技の方が向いてるんじゃないかなというのがあったんで、やっぱり兄貴はそれを見てたんで、でもうあの同級生がかあのキャプテンやっとるから仲良いから言うとくから、まあ俺がお前が入ってきたら卒業してるからおれへんけども、とりあえず柔道場行けと行って仮入部入ります。はい、仮入部は先輩優しいんですね、はい、そしてよっしゃ、すごいなお前すごいなみたいな、勧誘したいもん、そうなんですよ、ね、はい、でまあご機嫌よくね投げさせてもらったりとで、実際本入部なっても、ね、まあまあ体大きかったんで、うん、先輩を抑え込めるんですよね、はい、で、道場を出たら悪い先輩だ、ちょっと不良 の、 あの昔柔道部って言ったらちょっとゴンダラ前方が、うん、でそういう人らがおってそれを勝ててしまうんですよ、うん、その自分が心地よくて、うん、でも道場出たら先輩なんで立てるんで、うん、その温度差がたまらなく、はい、俺のがほんま強いんやぞみたいな、快感やみたいな、そうなんですよ、でもやっぱりね、あの後輩なんで、まだ可愛がってくれるんで、じゃあお兄さんに言われるまでは全く柔道、全く、はい、もう柔道の柔も、いやだから人の影響っていうか言葉とかね、はい、そういうのでやっぱり人生変わるっていっぱいあるからね、で柔道でもめきめき、いやもうキャリアのやっぱね、こっからすごいですけどね、うん、あのすごいですよ、僕知らんけどね、あ、そうだ、知らね関西人、まず知らんけど、まずでも高校やね、そうですね、中学の時ですよ、中学の時はですね、うん、まあ入ってすぐ神戸市の大会で、うん、何も分かんないんですけど、まあ3位入って、うん、でまあ、あの最終的には兵庫県で2位、はい、で、決勝で負けた子も、兵庫県のどっかの高校行きますと、で高校入りました、もちろん高校では神戸市ではチャンピオンですけども、県行くとその子がおるんです、
うんうん、でその後は近畿でも、高校生から、ずっと中3からずっと3連覇してる、うん、強い子だったんでね、その子には投げられへんねんけども、僅差判定でいつも負けてたんです、で、県の決勝もその子、うん、で、近畿大会の決勝もその子で、うん、だから県も近畿も同じに相手に負けて2位なんです。ずっと勝てなかった。勝てなかったです。なんか、そうですね、あるよね、オリンピックでもそうやし、なんか本当にこうずっといる、はい、っていうのは。そうですね。で、その子は誰？田中誠一っていう、うん、田中誠一、はい、知ってる子は知ってるんですね、僕らの時代は。で、組んで何もせんかったら相手が勝つんです、実績があるから。ああ、そんなもんなんです。でもそれで逃げる人多いんですか？そうですね、強い人は逃げへんよね。強い人は逃げないんですけどね、うん、やっぱりほんま力の差があれなんで、だからまあ審判としてはどっちかに優越つけないといけないので、まあ、僕らもたまに小学生の大会で審判するんですけども、もうどっちも技数が一緒やったら、もう最後は見た目で決めたりとか、ね、この子の顔が好きとか、さっきあそこで挨拶してくれたとか、もうそこでしか決めれないんですよ。でもそこまで言うたらもつれさすようなお前らが悪いんで、最後は人のせいで済むんですけど、てかもうでもはっきりせんと。そうなんですよ、ね、本当に一本っていうね、うん、とかやっぱりもう誰が何も言えないぐらいをやれっていう、そうなんです。だからそれができなかったんで勝てなかったんです。だから僕自分のせいなんです。でそれで高校、まあ、3年間終わって、うん、でまあ、まだその 一番になってないんで、日本一になりたいな、世界一になりたいなっていうことで、まあ、関西ではまあまあ天理大学の、はい、行かさせていただきました、ね。野球も強いね。野球も強い、ね、野球も強い、何でも強い、ね、まあ、そこでもメキメキと頭角を現しね。でもすごい、4年生の時の1年生がこれまたすごい、ね、4年生の時の1年生副キャプテンやったんですけど、4回戦の時の1回戦に、うん、まあ、今バラエティ番組でよく出てる柔道家で顔のちょっと長い、はいはいはい、S さん、はい、うん、S 原、はい、S 原ですね、呼び捨てできますから、ね、僕らはね、あだ名でね、馬、あの頃から馬みたいな、ね、馬馬でね、いや、まあんな強くなると思ってなかった。クイズ番組でお前の高校であったわ。そうですね、面白いですよね。いや、もともと長田の、はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ、長田のひばりが丘中学、育英高校、うん、天理大学、うん、そう、育英もね、野球もいいですよね、個人情報考えて。まあ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 、だからピーピーピー、いや、でも出はるよ、ちゃんと。あ、出ますね。今でも S 原さんが、はい、さんみたいな、一応先輩後輩なんでね。あ、はい、あのさ、よく警察の方なんか絶対柔道か剣道するよね、はい、そうですね、間違いなくその柔道やってなくても警察学校に入った時に両方するんです。両方ですか、はい、好きな方選ぶのかなと思って。両方やったりする。私すごい不思議なのが、柔道は割とガッツポーズガッてやったりとかするじゃないですか。ほんましたらダメなんですか。ダメなんですか、はい、結構してますよ。剣道はしてはね、礼儀やからしてはいけないっていうのとかあって。剣道は素晴らしい。ガッツポーズするしたい人が柔道行って、そうじゃない人は剣道行ってなんて私思ってた。そうかもしれません。そうね、よっしゃとかいる人はね。ね、その話ちょっと膨らまさせてもらいます、はい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 、大学の時に彼女が剣道部だったんです、はい、で男子の試合を見に行くのに一緒に行ったんですよ、はい、で試合会場いますと、はい、ほら同級生テニスでやってますと、はい、ねえ、あー言ってますと、ほら僕がおいでって言ったら、会場全員ボロかみたいな、はぁみたいな、何みたいな、ほら横で彼女が、剣道はこれしかあかんねん、喋ってあかんねん、さっき言えよ。だから本人がやってるのは今笑うとこ、今笑うとこめっちゃ笑うとこなんですよ。真剣に聞いとったよ、ね、真剣に聞いとったから、はい、あれは自分で言うてるね、うん、自分に気合いを、そうね、でも周りはそうなんよ、頑張れもあかんの、ダメです、そうもあかんねや、良くても悪くても、はい、拍手はね、拍手だけなんですよ。ユキ見に行かれへんよ、ほんなんで喋ったらあかんねん。いや、もう知ってるから喋れへんでしょ。まあ知ってますよ、ね、僕も知ってたからやってる。私ね、すごい好きやった、なんでって言ったら、はい、その勝負っていうのはすごいやっぱりね、あるし、はい、まあ、礼節もすごい大事だけど、その自分はまあ勝負があるから勝つのは勝つけれども、はい、その一緒に戦ってね、いただいた方に礼節をっていうので、でも野球もね、言っときよ、ホームラン打ってもガッツポーズした後、高校野球とかね、この時言われました、相手に対して、そう思われたことありますわ、辛い、ピッチャー辛いですからね、っていう話も、だから何がええとか悪いとか、ちょっとその辺はね、スポーツ、でも今の方が、そう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 、とかで、優勝者必ず、あんまホームランからね、やっぱ気持ちを素直に表すっていうのもすごい大事やし、分かってたらいいと思うんですよ。柔道も最初の礼っていうのは何かって言ったら、例えば、僕が、
その大会に向けてすごいこの何かの技を、うん、これ絶対するぞと、うん、ほんで試合行きました、はい、じゃあ相手の、まあ、チームのチームというかトーナメント全員風でおらんかと、何もせえのに優勝してしまった、うんうん、要はせっかく試したかったのに試せなかった、はい、でも逆に誰か風邪ひいとったけど頑張って風邪薬飲んで来てくれたと、はい、あ俺の今までやった技を試させてくれるために来てくれてるな、うん、ありがとうございます、はい、最初そして技で勝ちました、例えば僕負けました背負い投げで、じゃあ僕が背負い投げに弱いんだなっていうことを相手が教えてくれた、弱いとこ教えてくれた、ありがとう、向こうは試させてくれてありがとう、ほんならありがとういただいたんで恩返しをしないといけないんです、うん、それはどうするかって言ったらその子を投げ投げるんです、要はその子の弱いところを教えてあげる、それが柔道でいう自他共栄、共に強くなるっていうことが分かっとけば感情がやっぱりガッとなるんじゃないですか、いいと思います、よっしゃー、あーどうもありがとうございましたっていう、この2つが僕はセットだと思う、なるほどなるほど、これも人生と一緒よね、人生と一緒よね、いろんなね苦しいこととかあった時にね、はい、そういうことですね、そうなんですよ、でもね、そういう自分の体と身と持ってそういう人生観とか、はい、小さい時はそうなんでした、小さい時はめちゃくちゃですよ、もう全然あのピンポンダッシュいっぱいしてましたね、近所の、いやでも初めて、いやもうほんま悪ガキって書いてあるやん、そうそうそう、初めてお立ち、こんな笑顔なんか見たことない、あそう、もうずっとなんかもうここにナイフがブワーって向こうに出てハリネズミのように、もうこんかいこんかいみたいな、いけなさーみたいな、そん時どうもすいませんでした、よう仲良く してくれたわ、ほんまありがとう、いえどうもございます、最初から意気投合したわけじゃない、いやまあでも普通のええ感じで、はい、お店行ってね、あの注文する時に、おいカルピス言わないすいません、カルピス中ちょっと炭酸も入れたやつでカルピス入みたいな、そんなんやったら俺もピッピってもでもずっと背中向けとうわ、そうそう、お酒飲めないんですか、飲めますね、はい、カルピス言わんから、はい、そうそう、でもね音ないねん、私もやん、ごめんなさい、多分その話じゃ長くなる、長くなる、まあ、長くなるから初めて来たけど、なんかまあ続けて来てもらったりとかね、あーちょっとね、なんか引き出し、いや、あるね、やりそうなので、大学生までやけど、この後もまたまた面白いストーリーだね、30分や40分で人生を語れる、だから、ね、あの、なんやろ、池田さんとゆきりんのこのなんか話もあるやろし、池田さんと監督の話もあるやろし、ね、多分もっともっとね、膨らんでいく感じやからね、なんとかの部屋みたいな、なんとかの部屋なるわけですね、そう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 、いや、面白い、ね、あの池田さんはその柔道を通して何を伝えたいですか、はい、僕はですね、まあ、柔道は一つの方法なんですよね、はい、要は僕の言うたら一番の趣旨はその、僕はまあ通称じゃないけども、まあ、幸せ配達人と自称で言ってるんです、そうだから合わしたかった、あそうだから合わしたかった、いやいや今ちょっと素敵なんだけど、はい、そうそうそう、そうなんですよ、で、まあ、あの一番の目標は世界平和なんですよね、いやもうそうでしょ、だから絶対合うなと思って、はい、そのために今は一本なしはね、今しませんけど、今はもうあのされる方やってる、なんとかロックが、なんとかロックが、そうですね、ピンポンダッシュしないですけどね、最近よく電車乗るんですけども、あれはないんですよ、なんですよ、ピッてるやつ、ピタパみたいな、行こうか、行こうか、僕はあれ持てないですよ、切符なんですけども、入れる時にちょっと我慢してるんですよ、どっちが勝つかみたいな、なんか、なんでしょうね、それ分かんないですよ、笑うとこ、じゃあその話の続きはまたのちょっと、そうです、はい、もうないです、はい、キッズのためのタレント養成所シャナナキッズアカデミー、シャナナ TV でのレギュラー番組出演プラスボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンでキッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン、オーディションへの応募方法はシャナナキッズで検索、フォーム、メール、郵送にて応募できます、できるキッズはここから。シャナナキッズアカデミー。いや面白い。面白いです。まだ膨らむはずなの。あの柔道って聞いたら私はね、はい、あの帯の色が気になる。あ、帯の話もいっぱいあるんですよ、実はね。これ教えてもらって、一番最初やっぱ白、うん。白ですよね。弟がね、はい、柔道じゃなかった。あ、柔道よ。やったわ、うん。白の次が。黄色。黄色がある。はい。え？あの要はだんだん色が濃いくなっていくと思ってます。あ、何色あるんですか。私は黒帯っていうのがしかわからないけど、はい、あ、行動眼はで決まっている色、まあ、小学生の間は各道場でいろんな色を別に決めてもいいんですよ。へぇ、はい、レインボーでもいいの。別にないです。あの初段からです。黒で赤、白で赤、はい、茶色ってなかったんですか。茶色は小学生です。あ、小学生だ、はい、うちの道場は、白、
黄色、オレンジ、で緑、茶色、で濃い青っていう、あそでまあ色はねあれなんですよ、だんだん濃いくなっていくっていうところに意味がある。どういう、どういう、まあ例えば帯っていうのは洗わないものなんですよね、はい、汗かいても影干しにしますと、で最初白いです、一生懸命練習しますね、汚れてきます、汚れてくる、はい、1週間経った帯と、5年経った帯、一生懸命洗わなかったらどっちが汚いでしょうか。いや、わかるでしょ。そこいらない、難しかったらない簡単ですよね、まだそこいらないでしょ。突っ込んだ俺が恥ずかしい。久しぶりやわ、そこ突っ込んだ。やっぱりね、年月修行すればするほど汚く汚れると、はい、で、色がだんだん修行すればするほど濃くなっていくと、っていうのが帯の意味なんですね。もうちょっと付け加えましょうか、なんか分かってないようなんでね。いや、そのたくさん練習したわけ、そう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 、勲章のね、そうです、だから濃いくなっていくんで、ね、色が変わっていくみたいな、ね、いっぱいしてきて、根性いっぱい使ってっていうね、勲章、はい、よね。いや、人間もそうやんね、ね、そうですね、なんか色黒いね。これはジグ、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 今日もでも輝いてる、輝いこの光、イルミネーションね、すいません、上ちょっと見てみました。はい、どうぞ。ちょっと見てしまいました。ありがとうございます。ねえ、そう、帯はね、でその帯をその色変えるのを考えたのも、柔道を作った加納治五郎先生っていう人が、将棋とか囲碁、段ってありますよね、ああやってつけていくことによってやる気が出るんじゃないかなということで、そうしたんです。それをマネタンが空手であったり、ことのが今日のマネ、あれは将棋とか囲碁を真似て、はい、加納先生がや、あの柔道もそうですね、小さい時、さっき2歳半からってね、おっしゃってた時も、はい、やっぱ小さい時に何かを始めるっていうね、うん、でやっぱり痛いとかしんどいとか、やっぱり子供にとってはね、うん、励みがね、プール行ってでもワッペンもらったりとか、うんうん、何かやっぱりそういうので、うん、あれは自分のこう気持ちを高めていくっていうやつだった、うん、人間も嬉しいからね、そうだからね、うん、あの帯もね、そういうあれがあるんじゃないかなと思って、はい、でも試験とかなんかあるんですか。ありますあります。ドルキチ君が今始めたとしてもやっぱ白から、白からね、やっぱり、まあ、各地やってるから緑から、緑から、あ嬉しいこと言うてくれる、今でも各地の、うん、今日パクチー何もないんかなってちょっと言うてくれたわ。そうだけど、もうこんな時間になってくる、時間やね、もう閉店時間や、また終電ないや、もうないな、今日お会いそう、いやもうお会いそう、またもう会いそう、今日ももう後ほど、後ほどまたお題は後ほど、大丈夫、来週もまた来てね、いいと思う。